はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、今回この5問やりますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、中1の、まあ、1年生の分野ですね、植物のところになります。で、ゼニゴケ、イヌワラビ、イチョウ、ツユクサ、アブララ、この植物の分類のところですね。で、やっていきましょう。じゃあちょっと、いつも通り画面下げますね。ちょっと、お待ちください。いくよ。ほった。もうちょっとか。このぐらいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、問題文に関しては、ツイッターとかにも貼っておきますので、まあ、よかったらね、そっちでチェックしながら、ちょっと今見えなくて申し訳ないんですけど、よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番が、その A と B。まあ、これ、ここ書きましたけど、A と B はゼニゴケとイヌワラビから右側に分かれてるんですが、ここの体の作りの特徴をもとに分類した、どういう風に分類したかを書きなさいと、ここでね、こう分けるやつをやっていくんですが、その前に、今回出てきてる5つを、ホニャララ植物何なのかってとこをちょっと確認しておきましょう。これ問題関係ないんですけど、じゃあ黒にしとこうかな。で、まぁ、いろいろね、植物の種類、名前があるんですが、まず、ゼニゴケ。そのまま、ゼニガメみたいな名前のやつね。で、こいつは、コケって入ってるから、まぁ、これは楽だと。コケ植物。ですね。で、次、イヌワラビです。で、これは、覚えてください。この植物の中では、おそらく一番出てくるんじゃないかな。シダ植物です。これ、カッコつけこうか。ゼニゴケはコケ植物で、イヌワラビはシダ植物。いいかな？で、次、イチョウで、あと、ツユクサとアブラナはまとめます。セットでね。で、イチョウは、さっき書いちゃうか。これ、ね、後のね、答えにも出てくるんですけど、裸に子供ですね。で、裸子植物です。で、まあ、すんごい細かいですけど、これね、ここ忘れないようにね。これで、裸子植物。で、ツユクサとアブラナ、ここが、皮脂植物と言います。で、ツユクサとアブラナに関しては、リベンカ類、合弁カ類って分かれるんですけど、で、そこに関しては、ちょっと今回のね、動画の最後にもつけておきますが、詳しくやった動画ありますので、そこで確認してみてください。ひとまず植物名で分けるなら、こう。苔、シダ、ラシ、皮脂二つだね。といった感じ。で、まず、ここの、じゃあ苔とシダ、まあシダから右全部ですけど、何で分けるか。っていうと、まあ、答え方としては2つあります。でも、まあ、一番書きやすいというか、パッと出てくるんだったら、こっから左側の苔植物、こいつにだけないものがあります。右は持ってるんだけどね。で、何がないかっていうと、これ、異観測です。だから、異観測が、まあ、あるかないかみたいな。これで OK。1番。異観測があるかないか。この苔植物だけ異観測がないんです。シダとかラシとか皮脂は全部異観測があるんですけど、苔だけが持ってないと。で、もしくは、多分こっちでもいけると思うんだけど、葉っぱと、茎と根、根っこね、の、ごめん。区別があるかないか。これでもいけるとは思います。俺は異観測書いちゃうけど。これも苔植物。こいつだけ葉っぱ、茎、根っこの区別がないんです、こっち。あ、もちろん右はさ、普通の植物想像したらさ、茎とか根っことか葉っぱって区別あるじゃないですか。そう、でも苔だけないんで。まあ、こっちでもいいと思うんですが、まあ、異観測のがあるかないかで確認しておくといいかなと思います。だから1番に関しては、苔植物だけ異観測ないんだなってことを覚えておいてください。いいかな？では2番行きましょう。ちょっと入ってるよね。これ前回ね、ちょっと左側切らしちゃったんで、オッケーオッケー。で、2番は C と D、ここで分けます。このね、苔とシダがセット。で、まあ、イチョウから右がセットといった形なんですけど、ここは子孫の増やし方をもとに分類したものだそうです。C と D、ここね。
子孫の増やし方。じゃあそれぞれ C、こっち側の子孫の増やし方とこっち側の子孫の増やし方を書きなさいという問題。で、これはですね、今回ね、動画のリンク貼ってるやつもそうですし、みんなの教科書にも必ず載ってる植物をグループ分けするページ、多分ね、教科書で大きなページでドーンって書いてあるページがあるんですけど、最初に植物を分ける。で、ここからさ、スタートから始まって、こっちとこっちみたいな感じで分かれるんですけど、それが子孫の増やし方なんです。で、それが2種類あって、1個が種子、種を作って子孫を増やす方。で、それさっき書きますね。それが右です。被子植物とか裸子植物。こいつらが、種子、種の子供ね。種子を作って増やすと。だから、裸子植物と被子植物、こいつらのことをセットで種子植物っていう。種子作って増やすからね。いいかな？これがまず1個目。種子を作って子孫を増やすのが種子植物。じゃあ、苔とかシダ、こっちは何で増やすかっていうと、胞子です。胞子を作って増やす。胞子植物とは言わないけどね。だこの子孫の残し方、まあ、増やし方ですね。が違いがあるので、ここもしっかり押さえておいてください。よいしょ。一応線移動か。で、これが2番の答えですね。で、まだ下いけるけど、まあ、選択肢でもいいから、右行っちゃおうか。よし。じゃあ3番行きますね。次、D に分類できる植物、D だからここね、まあ、種子植物の方です、ここ。に、分類できる植物を、あ、A から全て選びなさいと。で、選択肢が、杉菜、杉苔、朝顔、ソテツです。じゃあこれね、まず杉苔から行きましょう。ね、だって苔って入ってるからね。だから杉苔は、まあ、当然ね、苔植物に入りますと。じゃあで分けようか。じゃあ1番、あが杉菜ね。じゃあ杉菜どこかっていうと、杉菜はシダです。まあこれもね、覚えておいてください。覚えておいて損はないから、この分類のところね。知らないと、杉菜の部分が勘になっちゃうんだけど、杉菜を知っとけばさ、あ、シダでしょ？じゃあ入んないじゃんってわかるからさ。で、もし、今回、すべて選びなさいって言ってるから、まあ、選択肢複数あるはずなの。答えが。2個以上。で、杉桶はさ、もう苔で外せるから、杉菜を知っておけば、あと、朝顔とソテツなのね。で、答え2個以上あるのわかってるから、じゃあ、ウトエでいいんじゃねっていう、まあ、若干勘になっても、正解導けるし、実際これが正解なんだけど、っていうこともできる。で、分けていくと、ソテツに関しては、ここです。ラシ。いいかな？まあ、イチョウとかソテツとか、まあ、一番有名なのは松だと思うけどね。ラシでよく出てくるのは松かな。で、朝顔は右に入ります。ただ、その、合弁か利弁かがちょっと分かれるので、あえて書かないですけど、まあ、いいか。皮脂のとこに入るっていうことで、ここに油らじゃない、朝顔か。は、まあ、入ると。いいかな。だから実際ね、うとえが答えになりますよっていうのが3番でございます。ごめん、蓋飛ばした。で、4番行きましょう。イチョウとアブラナです。ここですね。こことここを比較したいと。の時に、それぞれに見られる特徴をまとめたものがあって、その次の A から D に当てはまる言葉をそれぞれ書きなさいという問題です。実際、胃腸と油の中から、ラシと皮脂を比べてるわけですよ。で、もうラシと皮脂の特徴何かって言ったら、まあ今から書きますけど、まず胃腸の方、つまりラシ植物ね、の方は、ホニャララが剥き出しになってるホニャララ植物。まあ、ホニャララ植物はね、もうラシって書いちゃってるから、それ答えなんだけど、何が剥き出しかっていうと、胚種です。これが剥き出しなの。で、気をつけてほしいのは、胚種の種の漢字。これ、種って書き間違える方がすごく出てくるので、胚種の種は違うからね。種じゃなくてこっちの漢字。で、胚種が剥き出しになっているのを、まあ上で書いちゃったけど、はい、間違った。皮脂って書いた。裸子植物と、言います。いいかな？だから、裸子植物は、胚種が剥き出しと覚えてください。で、次。
じゃあ、アブラナ科の方ですね。は、アブラナは、A は同じなんで次、胚種が、ホニャララで包まれてる、ホニャララ植物に分類されると。で、ホニャララ植物の方は、まあ、同じです。書いちゃってるからね。皮脂植物に分類されるんですけど、胚種が何で包まれてるか、それは、脂肪です。いいかな？この皮脂と裸脂の部分はもうめちゃくちゃ有名です。まあ、今回の問題全部有名ですけど、いいかな？皮脂植物って言われたら、胚種が脂肪で包まれてるの。で、裸脂植物の特徴って言われたら、胚種が剥き出しになってる。これが特徴なので覚えてください。じゃあラスト、5番ね、行きましょう。で、最後は、ツユクサとアブラナの比較です。だから、皮脂植物の中で、ちょっと比較すると。したときに、アブラナのみに見られる特徴を次のA、Aから選びなさいという問題です。で、これはですね、皮脂植物の中でも、皮脂植物が一番めんどくさくって、まず、二つに分かれるの。皮脂植物の中に。で、何に分かれるかっていうと、じゃあ書いておこうか。こっからは植物はつきません。類ですね。草子葉類っていうのと、単子葉類っていうのに分かれる。で、しつこいんだけど、詳しくはリンク貼ってあって見てください。まず分かれるの。で、草子葉類の中でも、リベンカ類と合塩カ類というのに分かれるんですけど、まぁ、今回ちょっとここだけ押さえます。で、実際、ツユクサとアブラナはここで分かれる。草子葉類か単子葉類か。いいかな。で、アブラナがこっちです。草子葉類。で、ツユクサが単子葉類に、よいしょ、入ります。いいね。で、草子葉類と単子葉類の特徴っていうのも必ずよくね、必ずって言っちゃったよ。よく狙われるところで、例えば、子葉って言って、子供の葉っぱね、最初芽が出てくる時の子供の葉っぱが、こっちは単なの。単って1でしょ。だから、子供の葉っぱが1枚のが単子葉類。草子葉類は双子の双だから2つです。最初に出てきた時に葉っぱが2つ出てくるの。なんかさ、こういうイメージ。あ、下手くそ。下手くそ。単子葉類1枚か2枚かみたいなイメージね。で、2枚か1枚かで、あとは、葉脈って言って、葉っぱのは模様みたいなやつが、こっちは網目状なの。これさ、多分全部入らねえんだよね。まあ、答え右書きはいいか。もうこれ、これこっちいいか。葉っぱがね、網目状って言って、まあ、こういう感じのやつ。これが草子葉類。で、あっちは平行脈って言って、こういう平行なの。葉脈が、葉っぱの模様みたいなやつがね。があったりとか、あと、異観測っていう。ね、さっき出てきた異観測ね。まあ、同管主管の集まりですけど、それが、こっちは輪に、どれもいいか、輪っか状になってて、あっちはバラバラなの。ちょっと勘で書こうも。こっちが輪っか状で、こっちバラバラね。入っていくな。あ、ギリギリか。になってる。で、最後、根っこの部分が、こっちの草子葉類が、手根と、側根っていう根っこ。手根っていう主な根っこに側根って言って横に出てくる。こういう根っこをしてて、あっちはヒゲ根って言って、土の下からこうバラバラにこうヒゲみたいに生えてる。根っこになってる。っていう草子葉類、単子葉類、それぞれに特徴があると。で、今回ちょっとね、前置きが長くなっちゃったけど、アブラナのみに見られる特徴でしょ？つまりアブラナ草子葉類だから、こっちだけに見られる特徴何かなと聞かれてる。で、その選択肢を見ると、手根と側根があるっていうのが、あの選択肢にあるので、答えは、あのじゃない、ね、手根と側根のあになると。他は、葉脈が平行に並ぶってこっちだし、子葉が1枚、子供の葉っぱが1枚もこっちだし、で、異観測がバラバラに散らばって並んでる。バラバラもこっちだからさ。できないよ、といった感じになります。で、まぁ、ちょっとずるい方法になりますけど、このね、草子葉類、単子葉類の、まず表は覚えてほしいの。
それぞれの特徴は必ず頭に入れててほしい。でも、油菜と、つゆ草、それぞれがさ、草使用類か単使用類かも分からなかったとしても、今回の選択肢、一つ選びなさいなんだよ。すべて選びなさいじゃないからね。ってなったら、じゃあ、手根と速根だけこっち側でさ、他が全部右側なんだよ。だから、油菜が草使用類って分からなくても、こっちだけ選択肢が一個しかないんだから、じゃあこれだよねっていう。もし右側選んでしまったら、すべて選びなさいじゃないと該当しないはずなんで、まあそういうちょっとずるくさいね、感じで解くこともできますけど、まあそのためにも、ひとまずこの表ですね。まあこっちも含めてですけど、この辺をしっかりね、頭に入れて、この植物の単元って、光合成とかさ、蒸散とか、あの辺の実験とかよく出てくるの。で、そっちは、やっぱり目に触れることが多いんで、結構取りやすいんだよね。取れる子が多くなる。でも、ここの植物の分類は、これが入ってないと、戦えないんだよね。この部分もそうだけど。だから、結構差が出る。不意に出された時に解けないっていう状況が出てきてしまうので、まあ、ね、あ、やったな、やったなっていう感じの方もいると思うんですけど、ぜひね、もう一回覚え直しをして、実際、模試とか、受験本番で出た時に解けるように、ね、確認してみてください。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。